またこの続きをやってみたいんですが、通貨価値が高くなり物価が下落する原資源のことである。物価が下がることだけをが減ると消費者にとって良いこともように見える。しかし過度な価格起用素による物価の下落は企業の利益を深刻使用させ、そのためコスト削減に迫って、結果として人員削減などにより、間違えてしまいました。結果として人員削減などなどにより失業者が増え、その結果物が売れなくなり、間違えました、さらに物価が下がり企業の利益が少なくなるという悪循環に陥る。これをデフレスパイという、ミスが多かったですね。もう一度やってみたいと思います。レーシオの逆でありの利益であり、通貨価値が高くなり物価が下落する現象のことである。物価が下がることだけを考えると、消費者にとって良いことのように見える。しかし過度な価格起用素による物価の下落は企業の利益を深刻使用させ、そのためコスト削減に迫られ、結果として人員削減などにより失業者が増え、各家庭での収入が平均すると少なくなり、CPを減らさ、減らさなければならなくなる。その結果物が売れなくなり、さらに物価が下がり企業の利益が少なくなる
という悪事ゆ勘に陥る。これをで触れスパイラルという、なんとかまあまあのスピードあったんですが、文字が出てきてしまいました。ただ文字が何でしょう、水族変換で見えなかったのでちょっと見せてしまいましたが、こういうふうに打っているとあと5分4分30秒あるんですが、親指シフトは結構早いなとは思うんですけども、そうですね、でもやっぱり相当集中しなければなかなか早くならないなと思いました。どれぐらい、またどこをやってみるか、83でもやってみるかなと思います。ちょっとマウスが邪魔なので動かしますが、その時はセリーヌと叫んだ潮の視線の先には犬が一匹いた。セリーヌドッグフードいっぱいあげるからおいで、としねんが叫んだのを聞いて、聞いてですね、が寂しいものを感じた。ペットとの関係を築く上で餌を与えるのは自由だが、それは最小の自由であり、やがては愛人、ミスミスはい、の方が自由になっていくものだ。どうも同時打点が増えると間違えてスペースを押してしまいましたと思った。からだ、さあ、ないしにこんな考えを望むのは無理かもしれないが、ここが難しいですね。この流れが無理かもと、この流れが結構難しかったです。流れというかこの無理かもが結構これが難しい同時立てなんです。なしが、いた犬がこちらに向かって走ってきた。少年のもとへ来るのかと思ったら、少年の脇を通り過ぎて向こうの方へ走って行ってしまった。ミスが多かったですね。もう時間が来たんでここ切りたいと思います。